検証で当たったカゴメのトマト苗を育ててみることにした検証に応募してカゴメのジュース用の品種リリコの苗が送られてきた段ボールの箱の中に大きめのセルトレイに割った苗4本が入っていたこの品種はジュース用で地植え栽培に向いているらしい今回は植える場所が狭いので2本だけ地植えすることにした5月28日定食しましたこれは 定食から10日後6月7日の様子です。さらに12日後6月19日の様子です。定食の時より苗が大きくなっているのがはっきりわかります。この品種は支柱を立てる必要がありません。死刑と 即死は地面を這わせて栽培する品種だそうです。脇メトリも必要がなく、主計は第4カボウで芯が止まるそうです。私は少し不安だったので、支柱を使うことにしました。定食から49日目の7月9日大きくなったトマトが確認できます。 これは7月17日の様子です。実は大きくなっていますがまだ赤くはなっていませんちなみにこのトマトは中玉トマトの品種です7月25日赤くなっているトマトを 発見しました。早速、収穫です。近くにハサミがなかったので、そのまま素手で収穫です。トマトはやや小さめでした。 7月26日赤くなりだしたトマト多く見られるようになってきました7月30日トマトがたくさん赤くなっています。す。収収穫穫しししてても大丈夫なようです少し収穫してみます。 今回はハサミを準備して収穫します。8月3日の様子です。トマトはどんどん赤くなっているようです。 収穫できそうな赤いトマトがたくさんありますまたまたトマトの収穫ですやっぱり収穫は楽しいですトマトの株は2つですが家族で食べるには十分な収穫があります1回の収穫で全部は取りません計画的に収穫しました。 このトマトは少し皮が厚いようです。ジュースに加工するための品種だからでしょうか。でも、決してまずくはありません。8月13日のトマトの様子です。少し前に台風が接近するかもと心配しましたが台風の影響はありませんでした。たくさんのトマトが赤く色づき、収穫も順調です。 8月下旬もまだ収穫しています。お、しま、い、です。